コロナの影響で、JAL も過去最大の赤字です。日本航空は、今年3月までの1年間の決算を発表し、最終的な損益は過去最大の2866億円の赤字でした。赤字は経営破綻後に再上場した2012年以降では初めてです。新型コロナの影響で、 国際線、国内線ともに旅客収入が大幅に落ち込みました一方、来年3月の業績予想は新型コロナの収束の兆しが見えないとして好評を見送っています ANA ホールディングスも4046億円の最終赤字で航空業界の厳しい状況が浮き彫りになっています